皆さんこんにちは、松田由美です。おっぱいVlog もう本当どっちっていつも思うんですけどね。今日も始まりました、今回は乳がんお金の話ということで、私もお金の話よく分かってないんですが、私に限ってのお金の話ということで、乳がんになるといろいろ費用もかかるんじゃないかということでね、いろいろと心配される方も多いと思うんですけれども、私の場合は乳がんの手術とその時に同時再建の手術をして、5日間ぐらい入院だったのかなということで、その入院費がかかるんですけれども、これは保険がね適用になるので、思ったよりはかからないと思います。で、これなんで金額をいくらですって言えないかっていうと、その人の所得によって医療控除の金額って違うと思うので、ただ保険が適用になるということなので、すごいかかるわけではなく保険が適用になります。で、今回私自家組織の手術を、その2年後にしてるんですけど、自家組織も保険適用なんですが、脂肪注入とかそういったものは今、この私が動画を撮って2019年の2月の段階では保険適用外になるので、そうすると実費になるそうです。で、私はその手術はしてませんが、最初そのお話があった時は保険適用外なので、100万円以上大体目安でかかると言われてました。手術をするだけで。ですが、基本的に乳がんについては保険適用内なので、そんなにかからないっていうのと、保険適用になるんですけども、もし病室を個室にしたりする場合はそこは、ね、保険適用外になるので実費になるので、例えば1部屋3万円とか4万円とか5万円の部屋だったら1日それの金額がかかりますし、私は乳がんの時には4人部屋だったので、費用は多分、ベッド代とか、あとタオル代とか、あと朝昼晩の食事代、そういうものが、かかりました、でもそういう個室代みたいな金額はかからなかったです、ということでそういう感じですかね。あとは私の場合は手術後は無治療だったので、薬代とかそれから放射線とか抗がん剤代はかかってないんですけれども、そのがんの種類によってはそういう、お薬を飲む人だったらお薬代かかりますし、放射線だったら放射線とか抗がん剤も費用かかります。でもこれも保険適用内だったりもするので、それぞれそれは、また、病院でね確認してみてもらえるといいかなと思います。それと、そう、私は同時再建ですごい費用かかるんじゃないかなっていうような心配をされる方もいるんですけれども、これも乳がんについての同時再建なので保険適用ないです。で、しかも乳がん手術しての同時再建の場合は一緒にするので1回で済むので、手術代は、同時再建は実質はそんなにお金がほとんどかからないというかいうふうなイメージです。ということで、自家組織なんですけれども、自家組織は保険適用ないです。なので適用外の脂肪注入とかだと100万以上の金額がかかるんですけれども、保険適用内になるので自家組織の場合は、ですからまたそれは所得によっての保険適用額があるので、人それぞれ金額は違うんですけど、その思った以上にはそんなに多分かからないですが、私の病院に限っては自家組織の手術をする方は個室を使ってくださいということなので、そのお部屋代が実費になるので、それを保険適用外になるので結構かかりました。いればいるほどねでもこれは私も同じ病院でね、乳がんの手術をして2年後に自家組織をしているのですごく感じるんですけど、これから乳がんでおっぱいを取る人と、これからおっぱいを再建する人とでは、状況が違うので、ですからもしね自分が自家組織でとか、再建手術をするんであれば、
まあ、同じ部屋ではなくって個室を使ってくださいねっていうような病院側も配慮もありますし、まあ、お互いそれね、再建する人だって乳がんの手術はしてるから同じ気持ちもわかるわけなんですけど、まあ、そういう配慮もあって、私の病院に限っては部屋は別にするっていうようなことでした。なので、まあ、病院によっては保険適用内で自家組織が、保険適用内で住んでも、まあ、個室代の部屋代がかかる場合もあるっていうことですかね。あとベッド代とか、まあ、もろもろタオル代とか細かいことは雑費はあると思うんですけれども、そんな内訳になってましたということで、乳がん、そして自家組織のお金についてのお話でした。また思い出したらいろいろ後ほどねお話ししていきたいなと思います。では松由美でした。